ジョナサン・ピーター・ウィリアムズは、イングランド・ケント州、ペンブリー出身のウェールズ代表プロサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー。クリスタル・パレス FC のアカデミーで育成され、2011から12、シーズンにトップチームに昇格。2011年8月のコベントリーシティ FC 戦で、プロデビューを飾った。2011年9月のリーグカップ・ウィガン、アスレティック FC 戦で、 初ゴール。2014年2月、イップスウィッチタウン FC に、レンタル移籍。レンタル復帰後、2014年9月に再び、イップスウィッチに、レンタル移籍。レンタル復帰後、2015年冬の移籍ウィンドウ、最終日にサンドレンタル移籍。2019年1月4日、チャールトンアスレティック FC に完全移籍で加入。2018から19シーズン終了後に一旦、 契約満了となったが、2019年7月18日に、再度契約を結んだ。2021年2月1日、カーディフシティ FC に移籍。8月13日、スー・インドンタウン FC にフリーで加入。ウィリアムズ自身はイングランドで生まれ育ったが、父親がアングルシート出身のためウェールズ代表を選択した。2013年3月22日のスコットランド。 代表戦でハーフタイムにガレスベールと交代し A 代表デビュー。27日のクロアチア代表戦で初スタメン。2020年10月14日 UEFA ネーションズリーグのブルガリア代表戦で初ゴールを決めた。ありがとうございます。